おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人スタッフ厳選注目、22時15分のニュースをお届けします。本日1月24日。 1>, 1月24日ですね、米国、四国、警国などの最新ニュースをスピード紹介、そして日本のまとめニュースを深掘りしてご紹介したいと思っております。ぜひ最後までご覧ください。これはやばいと思った方は高評価を、こんな情報までよって方はコメント欄で教えていただけると幸いです。本日もルールが厳しくなっている都合上英語を使わせていただきます。何度ご了承ください。ちなみに長尾さんの現在の署名数を確認したいと思います。こちら。署名数が15,453名の方々、そして応援募金、エールが 644万4700円の応援募金をいただいております。皆様本当にご協力ありがとうございます。引き続き1月31日まで続いておりますので、拡散や登録の方よろしくお願いいたします。そして、明日の構成速報をチェックしておきましょう。こちら。明日1月25日、イカれるスリーメン。 出演は加藤さん、千葉さん、西岡さん、アビルさん、そして山田佳彦さんなんですが、今日もご出演予定だったんですが、ちょっと諸事情がございまして、今日は欠席されました。で、明日もまだわからないんですが、もしかしたら欠席されるかもしれません。また明日の情報をチェックしていただけたらと思います。で、えー、内容はですね、えー、岸田政権の世論調査、そして北京五輪の行方、日米首脳会談の分析、そして警告の最新情報。 でここも注目ですよね。沖縄、名護市、名護市長選の結果がどういうふうに分析をされるのかということであったり、また佐渡金山、今日も取り上げますが、佐渡金山世界遺産推薦問題。これ、あの、この後、スタッフ T の動画でも取り上げたいと思っております。で、敵基地攻撃能力、千葉玲子さんのズバリ聞くわよ。そして、今週のガかれるニュース、お口直しの誇れるニュースなど、というような流れになっております。明日もですね、楽しみにしていただけたらと思っております。 それでは本日の本編に参りましょう。まず警告からスピード紹介していきたいと思います。まずはこちら、警告スピード紹介ですね。日本のガス田、警告になる可能性。日本が開発を発表した島根、山口沖の海洋ガス田について、日韓両政府は日本の排他的経済水域であると確認。しかし、警告政府は諦めず、今後この場所を警告も権利を持つ中間海域にできる可能性があるとして、開発事業を注視する侵略化。 日本の排他的経済水域と認定されたにもかかわらず、渓国が期待するのは、日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定が2028年に有効期限を迎えるため、2025年から一方の申告で協定を終了できる、そうなれば状況が変わるのではというのが渓国の理屈、泥棒論理のよう。 とりあえず記事を読んだ感想としては見出しが渓谷の経済水域ではないなのに中身には渓谷政府は今後の可能性を排除していないと書いてあってビビりましたというふうに言われていましたこれやばいっすね <laughs> これほんとやばいっすねでこちら渓谷スピード紹介いきます渓谷で日本大使に帰れ主敵丸渓に処せなどの暴言文大統領が各国大使に送った旧正月ギフトに渓谷が不法占拠する竹島が描かれており日本大使館が変装抗議したため 記事コメント欄は文大統領への称賛と日本大使への暴言であふれた怖い大使を帰国させてというふうに言われていますねでどんどんいきますこちら警告スピード紹介ですね福島水産物は汚染ヘイトで続く CPTPP 加入を目指す警告は加入にあたって根拠のない福島の水産物輸入規制を解除する意思はないとした警告の国民の健康のためという警告は昨年の東京五輪でも数値を無視して根拠のない福島食品の塀を へーってこう、あえて、あえて、へーって言ってます。へ、へーを繰り広げた。嫌がらせには反論をというふうに言われていますね。で、警告スピード紹介はこちら。文大統領の終戦宣言力説から2日。N 警告が核実験再開を示唆。警告ネット、もううんざりというふうに言われていますね。<laughs> はい。力説した瞬間にこういうことされてるっていう、なんかちょっとすごいですね。で、こちら、警告スピード紹介ですね。警告し現代自動車が、 四国,四国市場で12位に堕落トヨタは3位に浮上半日は反感より根深いはずなのに日本車が進撃というふうな記事が出てきておりますねはい大変興味深い記事ですでこちらここから米国スピード紹介になります差し迫る軍事侵攻米国国務省ですねウクライナ大使館職員家族に退避命令 国務省、ロシアが支配するウクライナ東部の治安状況は予測不可能で、ほとんど予告なしに悪化する可能性というふうな記事が出てきていたり、またこちら、米国スピード紹介ですね。アメリカ東欧に軍部隊数千人の派遣を検討、ウクライナ情勢めぐりというような、ニューヨーク・タイムズのが報じたんですねで。こちら、米国スピード紹介です。名イさんのツイッタートです。バイデン ロシア対策に東ヨーロッパとバルト三国へ数千人規模の軍隊派遣を検討中。今週中に決断を下す予定のようです。梅さんボスはロシアとウクライナに接する N NATO ですね。NATO 同盟国強化の一環として東ヨーロッパとバルト3国に数千人の部隊を送ることを検討している。これは際どい動きというふうに言われていますね。ちょっとますますきな臭くなってきてますね。で、こちら、勝田さんのツイートです。ロシアがジョージアの南オセチアに侵攻したのは北京五輪開幕日の2008年8月8日。ウクライナのクリミアへの侵攻はソチ冬季五輪か、えー、閉幕4日後の2014年2月27日。果たして、 北京冬季五輪はどうなるかロシア単独、中ロ同時、いずれもウクライナ、台湾、尖閣が危ない。警戒は最高レベルにというように言われています。これき、ね、五輪きっかけでロシアがこういう動いてるっていうのちょっとやばいですよね。で、こちら。イギリス外務省がロシアがウクライナに 新欧米派のゼレンスキー現政権に代わり、新ロ派のムラエフ元議員が主犯の新政権樹立を狙い、ロシア政府はウクライナ侵攻と占領を検討。いかなるロシア軍による侵攻も重大な戦略的過ちであり、深刻な犠牲を伴うと結局いよいよカウントダウンかというふうに言われていまして、ね、かなりやばい状態みたいですね。でこちら、ここから四国スピード紹介になります。アメリカ、あ、まだ、またですね、ま米国の関連ですかね。米国、国務、国務 四国当局の人権侵害を非難というような記事が出てきていたり、またこちら、NBA のスター選手、カンター氏、四国選手、ヤオミン氏の四国訪問の誘いをあっさりと許諾というふうなことが出てきていますね。これちょっと興味深いものはどんどん皆さん検索していただけたらと思います。まずスピードを紹介でだっといきますね。で、こちら、アメリカ、四国旅客機44便停止、対抗措置、空でも対抗というような内容が出てきていたり、またこちら、 バイデン大統領側近のラーム・エマニュエル新駐日大使が着任。日米同盟はかつてないほど強固なものとなっていますと。<laughs> そうなんですかね。で、こちら。カルタさんのツイートです。こちら、島田洋一さんのツイートを引用されてこのように言われていますね。やっとオンラインで梅さんとの会談に持ち込んだ岸田首相。だが、アメリカの国際ニュースは 米ロ外相会談一色一段レベルが高いはずの日米首脳会談は誰も関心持たずウクライナ問題と同等以上に重要な台湾問題で何らか踏み込んだやり取りがなかった以上当然と島田予知し岸田二股外交へのアメリカの疑念は消えずというように言われていますねでこちらここから四国のスピード紹介になります四国スピード紹介こちら 四国不動産大手のこちらの企業が債務不履行規模1兆6840億円というようにですね <laughs>。すごいですね。で、こちら。四国軍アフリカ西海岸で、いや、西岸部ですね。西岸部で軍港建設を模索米軍司令官というような記事が出てきていますね。で、こちら。ここから、ここも四国スピード紹介です。四国プロパガンダ幸福感アピールというような記事。 そして、えー、こちら、どんどん行きますね。C 国、シャオミン製スマホ、ユーザー情報を自動的に警察にアップロードと、やばいっすね。で、C、えー、国、スピード紹介、こちら。C 国の不動産デベロッパー破綻相次ぐというような、まだまだ不動産系の会社が、破綻しているようですね。で、C 国、スピード紹介、こちら。C 国で、南京こういうことの亡くなった方は30万人に異議唱えた教師らが拘束というような記事。で、これに関して、加藤さんがこのようにおっしゃってます。 こちらですね C 国で南京こういうことの亡くなった方は30万人に異議を唱えた教師らが次々と拘束されているらしいそもそも当時25万人しかいなかった南京で30万人も亡くならせれるわけがないこんなでたらめを嘘だといえば四国では逮捕される嘘嘘で塗り固めたのが今の四国そんな国で間もなく五輪が開かれようとしているという,もうこれ考えれば考えるほどちょっと怖いですよねでこちら 北京五輪のボイコットをトルコに逃れたウイグル族がデモというようなことが言われていますね。で、これに関しても加藤さんがこのようにおっしゃってます。トルコでウイサン人らが北京五輪反対運動、家族らがこういうことされたり、強制こういうことに入れられたりいると訴えている。昨年五輪より命などと東京五輪に反対した人々、立憲共産両党、朝日などのメディア、 元東大名誉教授、元外交官などの方々、今こそ出番ですよ。なんか言わんかいというふうに怒ってらっしゃいますね。で、こちら。ここから日本関連ですね。岸田政権の深掘りをしたいと思います。岸田政権自民党の深掘りですね。えー、深掘り、こちら。